六号馬則って誰六号馬則派、本庄藩の初代藩主です。馬則の父は二階堂道行、後に六号道行で、母は佐久間氏です。はじめは戦国軍六号を中心に勢力を持つ戦国武将でしたが、天正19年に豊富政権から4518国の所有権を認められる主因状をいただいています。 慶長5年の関ヶ原の戦では、他の東北の大名とは異なる行動をとり、江戸を経由して、東海道を登り、駿河の徳川家康のもとに戦いました。この時の活躍が認められて、日立の国、府中の一万五区の大名となりました。日立の国は今の茨城県です。その後、元和9年、 大大名の最上氏がお家取り潰しとなって、広く空いた旧最上み領内の本城の領主となり、本城藩の藩祖となりました。その際に壊された本城城、本城城下の再建設を行い、領内の経営に力を注いで、藩政の基礎を築きました。寛永11年4月28日、本城にて亡くなりました。